来たガギの座乗りに。3年間朝から夜中まで働き詰めの中、テレビで見た K-1 に胸を熱くし、リングに立ち多団体3階級4つの王座をゲット。自らのジムブラシリアンタイ立ち上げ、今や国内に8つ、ブラジルに30近い支部を持つまでにネットワークを広げています。そして情熱は全く失われることなく、やっぱり憧れの K-1。前回は今年2月27日、来年来日22年、およそ2年半ぶりの試合が K-1 でした。相手はこの後登場の神保勝也でした。設立に燃える神保いわく、クソ打たれ強くて気持ちが強くて背負うものの込んだようです。新たに変わりゆく K-1 と変わらない K-1 への思い、日系ブラジル人として K-1 はやはり世界の強者たちがナンバーワンを争う場所と証明したい。来たるべき新時代、私がその役目を問う。ガギの座乗りに。